どうも、つむつむしみとです。今日はね、セレクトボックスで登場のつむを紹介していこうかなと思います。で、今回紹介するつむはね、ライブ配信でね、教えてもらったんだけど、めちゃくちゃね、やってみたらめちゃくちゃね、面白かったんだよね。で、そのつむというのがこちらですね、ロビンフットです。で、スキルが、まあ、矢が当たった瞬間に画面をタップしようってことで、あのね、なんかちょっとね、面白い系のつむなんだけど、なんかね、ネタ枠でね、収まりきらないくらいの強さもあって、すごくね、やってて面白かったんで、ちょっと今回はね、このツム紹介したいなと思います。これ結構ね、面白い。ほい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 、おー、こんな感じ、こんな感じ。銃いいね。いきなり銃はでかい。で、こんな感じでタイミングよくタップするとね、あー、6か、難しいね。でね、ほい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 、あー、6か。このツムランダム消去なんで、こんな感じで、あの、もうツム振り切らなくてもね、あー、大丈夫。3はちょっとまずいね。ほいほい、7か。まあ、最初の銃めっちゃ運良かったのかな。なかなかね、難易度高いんですよ、これ。しかもでね、ライブでやった時は結構うまくいって11ヒットくらいいけて、で、コインもね、9000枚くらいいけてたんだよね。あー、なんかあんま向きいかんな。6、7。これもうちょっとね、ちょっとごめんなさい、強いとこ見せたいんだけど、あれかな、ちょっとね、このね、録画するときね、音ほぼ聞こえてない状態でやってるから、それ多分関係してるかもしれない。7、あれ、やっぱ10ヒットくらいいきたいよね、もう一回。あれ、ずっと7なんだけど、これ。これは、もうちょっといきたいぞ。9、来た！ OK、OK、OK、OK。こんな感じよ。ほい。あれあれ、ライブの時もうちょっといけてたよね。ほい、6か、おかしいな。で、このツムね、調べたらね、実はね、マイナス補正がね、かかってるっぽいんだけど、もうほぼね、気になんないです。気になりません、ここまで来たら。あー、来た来た来た、 OK、 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 やっぱ楽しいね、銃来たらめっちゃ楽しい。あー、もったいない。ライブの時はね、めちゃくちゃその、あー、やば、4はさすがにやばい。めちゃくちゃ連発できた、できて、めちゃくちゃループもしてたからね、それをね、みんなに見せたいんだけど、できればこの動画で。 OK、 10で、かなりスキルも回るから、これ使っててめっちゃ楽しい。お、11きた。これよ、これをね、みんなに見せたかったの。お、うわ、すごくない、すごくない、慣れてきたな。7か、途中のね、ちょっとあれが難しい。途中からね、本当にね、早すぎて連打みたいになるんで、そう、連打に切り替えるタイミングがね、結構難しい。うん。で、7連打くらい、間違えた、7ヒットくらいのところで連打に切り替えちゃうと、さっきみたいに失敗しちゃうんで、最初の方はね、割とね、集中してやった方がいいんだけど、でも難しいね。よし。でね、ツイッターで見たんだけど、
いるらしいんだけど、あの15ヒットぐらいした人いるらしくて、いや15ヒットはやばいなと思う。15ヒットってどういうことって思ったんだけど、まあでもね、上手い人だとそのくらいいけるみたい。まあプレイ時間プレイ時間長いけど使っててめっちゃ楽しいツムです。ということで皆さんぜひね、ロビンフット持ってたらね、ぜひあの気分転換くらいにね、使ってみると面白いかなと思います。でこの動画良かったなと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。ここまで見てくれた皆さん本当にありがとうございます。本日僕のチャンネル、とある高校生がつむつむしてみたのメンバーシップを開始しました。で様々な特典が受けられるので、ぜひね、詳しくは概要欄をご覧ください。そしてぜひチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。それでは皆さん、バイバーイ。